ヤクザ映画っていうよりは時代劇の方で、やっぱ松方さんの時代劇ってすごいね、なんか色っぽくて立ち回りとか、ラスト必ず松方さん10人とか13人とか本当にワンカットでぶった切り移動車でダーッと来るんだよ。まあ俺も早く松方さんなんかも本当にパーって2回ぐらい立て師がやってるのを見て、うわかった、じゃあ撮って1回軽く合わせよう、え本番行こう、見事にやろう。もうだからもう休みでも絶対見てたし、